日清線は、兵庫県川西市の山下駅から、兵庫県川辺郡稲川町の日清中央駅までを、結ぶ野瀬電鉄の鉄道路線である。川西市、稲川町の両市町にまたがる地域に、日本生命保険、新生は武道産が開発した日清ニュータウンへの、アクセスのために建設された、路線の約34%がトンネルとなっている。 それ以外の部分の大半は、高架線で、踏切は一つもない。山下駅で、妙見線に乗り入れて、川西の瀬口駅に直通する列車と、妙見線妙見口、川西の瀬口間で運行されている列車に接続する、線内折り返し列車が、交互に運行されている。平日朝夕のラッシュ時には、阪急宝塚線直通の特急、日清エクスプレスが、 日清中央、川西の瀬口半球梅田間に運転されている。日清エクスプレスを除くすべての列車がワンマン列車である。日清中央駅南方にある山のゲンゴルフクラブで開催される鶴やオープンゴルフトーナメントの開催期間中において臨時ダイヤを組むことがある。日清エクスプレスの運行のない土曜日には日清急行が川西の瀬口行きのみ運行されていたが、 2017年3月18日のダイヤ改正で廃止された。日清線建設当時土地を提供した一個自治会が日清中央山下間に駅の設置を要望しており、1985年には早期開発を目指すとする協定書を締結したものの利用客が見込めないことから断念されている。2008年12月10日には、 カーニッシ議会で再び新駅設置の計画が発表されている。日清中央駅の留置線末端部、日清中央駅ホームを過ぎると2本の留置線がある。この留置線を本線とし、さらに稲川パークタウンまで延伸する計画案がかつてあったものの、環境問題などから頓挫している。ありがとうございます。